ご視聴ありがとうございます。しさです。今日は大人買いした文房具を紹介していこうと思います。文房具屋さんの店舗に行ってこれだけ買うのは本当に久しぶりで、1時間ぐらいかけて何周も回って選びましたね。今回買ったのは1店舗のみで合計は3000円くらいなんですけれども、前々から欲しかったペンをたくさん購入することができたので紹介していこうと思います。まずは靴輪の字消しという消しゴムですね。靴輪の文房具ってプーマとのコラボ商品が多くて、子供の頃は筆箱とかよくお世話になっていたんですけれども、調べてみると他にもいろいろと文房具を出しているそうですね。こちらは磁石の力で消しくずをまとめることができる画期的な消しゴムとなっています。実際にどんな使い心地なのか試してみました。消しゴムには鉄粉が入っていて、消しゴムの底の部分に永久磁石の中で最も強力なネオジウム磁石が入っているので、消しくずを底の部分にくっつけて集めることができます。ひっついた消しゴムはこちらについているつまみを押し出すことによって底面にかかる磁力を弱くして消しくずを落とすことができます。ちょっと固めな消し心地で字が薄くなってからが消えにくいかなと感じました。消しやすさを求めて購入するというのはあまりお勧めはできないかなと思います。あと大きめの消しくずはひっついてくれるんですけれども、細かい消しくずは残ってしまうので完璧にひっついてくれるわけではないんですよね。まとまるような消しくずに改良すればこの問題は解決されるんじゃないかなと思います。出張先で消しくずをどうしても持って帰らなければならないという場面にとても向いているなと感じました。税抜きで280円して一般的な消しゴムの 3,4 倍もする値段なので、家で普段使いの消しゴムとして使っていくものではないかなと思います。カットしやすいミシン目が入っているのはありがたいなと感じました。続いても字消しシリーズなんですけれども、こちらは新発売されたペン字消しと言います。立体感のあるパッケージで、パッケージにもこだわってるなと感じました。最初クリップの部分が割れちゃってるのかなって思ったんですけれども、そんなことなくて U 字型磁石をモチーフとしたデザインとなっていて、遊び心のあるデザインになってるなと思いました。ノックの仕心地がちょっと硬いなって思うのと、しっかり押してるのに出ない時がありました。使ってみた感じですが、消しゴムのガタつきは全然なくて安定感を持って消すことができます。ペンの上部の白いところの中にネオジウム磁石が入っていて、消しくずを上部につけてクリップのようなところを下に下げることによって消しくずを落とすことができます。ひっつき具合はさっきのと変わらないかなといった感じです。値段は500円でした。ペン型の消しゴムとしてはこれもちょっと高いかなと思うんですけれども、他とは一味違った消しゴムなのが面白いところですね。続いてはゼブラのブレンのブラックですね。ブレンはこれまで青色のインクを持っていたんですけれども、青色のインクだと白色の軸しかなくて汚れやすいのがネックだったので、黒いインクが入った黒い軸を買ってみました。白色とはまた雰囲気が違って、表面は艶消しになっているので本当にかっこいいですね。150円のペンなのに大人の品格すら感じてしまいます。ノックもすごい滑らかで、音も小さいのでかなりのこだわりが感じられるペンとなっております。高級筆記具でもここまで気持ちのいいノックの仕心地のものはなかなか見つかりません。筆記振動を制御したボールペンなだけあって、とても書いていてストレスがないです。ブレンの軸って本当にかっこいいので、シャーペンのモデルも出てほしいなと思います。多機能ペンは近い将来発売されるとのことなので楽しみですね。続いてはオートのノノックです。こちらは自動で芯が出るためノックなしで書き続けられるシャーペンとなっております。ここに書かれている N の上の小さい点は何の意味があるのでしょうか。なんかペンに見立ててるのかなっていうふうに自分は思います。ちょっと気になりますよね。これはグレーという色なんですけれども、メタリック感がたまらなくかっこいいなと感じたのでこの色にしました。ボディはアルミでできていて、思った以上に重厚感があります。ペンの先端部分にいろいろと集結しているので低重心かなと勝手に想像していたんですけれども、実際は結構高めなところに重心があります。グリップをよく見ていただきますと、溝の部分はネジのように全部つながっているんですよね。結構浅い感じで彫られているので、触り心地とかは結構柔らかくていいなと思いました。真ん中がくびれている形状のペンって結構珍しいですよね。普通は曲線的なデザインを考えようってなると真ん中が膨らんだ形状になるのが多いので、そういう意味でも結構斬新なペンだと思います。オートってこれまでメカメカしいペンを数多く出しているメーカーなので、丸みを帯びたデザインはオートっぽくないなと感じたんですけれども、
ペン先に行くにつれていきなりゴツゴツしてきて迫力がすごくて若干のオートっぽさは残しているなと感じました。書いてみた感じですがスライドパイプが樹脂でできているので思った以上に引っかかりを感じるなと思いました。最初に入っている芯がキュッキュッっていう感じですごい苦手なタイプで手に力が入らなくなってしまいました。自動芯出し機構っていうギミックは確かに面白いかもしれないんですけれどもちょっと詰めが甘かったなといった部分が多数見受けられました。芯を出して書くと柔らかい書き味で独特な感じがしますね。自分の場合はむしろ自動芯出し機構を使わずに芯をスライドパイプから出しながら書いていくと思います。ノックの何とも言えない感じは結構やみつきになるかもしれません。値段の方は500円だったんですけれどもそれ以上の質感があるなと感じました。続いてはユニのクルトガアドバンスでございます。たまたま行った文房具屋さんに限定色のダークオリーブが置いてあって気づいたら手に取って買ってましたね。アドバンスの窓のところってオレンジではなく黒色がベースになってるのがかっこいいなと思いました。クルトガアドバンスってこんなにデザインが洗練されててかっこいいんですね。個人的にはノーマルタイプよりも全然おしゃれで大人って感じでかっこいいなと感じました。もっと早くから買っておけばよかったなと思うほどです。今更ながらクルトガアドバンスを買ったんですけれども使い心地とかを見ていこうと思います。アドバンスはクルトガエンジンのギザギザの間隔が従来の2倍広い間隔となっていて2倍速で回転するとのことです。また口金に精巧に加工した金属が使われることによってペン先の型つきを抑えたということで書き心地の違いも気になるところです。そしてスライドパイプが搭載されているため芯を保護してくれるという至りり尽くせりなシャーペンとなっております。かなり久しぶりにクルトガを使ったので最初はこれまでにない型付きでちょっと気になったんですけれども慣れれば全然許容範囲かなと思います。精巧に作られた金属の口金が使われているので左右の型付きは従来のクルトガよりも小さく感じたんですけれどもクルトガエンジンのギザギザが大きくなるので上下の型付きはアドバンスの方が大きいかなと感じました。なのでペンを結構寝かせて書く人はアドバンスの方がガタつきが少なくてペンを立てて書く人はノーマルの方がガタつきが少ないんじゃないかなと思います。個人的にはアドバンスの方が不愉快なガタつきは少ないかなと思いました。クルトガアドバンスは思った以上に良かったんですけれどもそれのアップグレードモデルが登場したとのことで購入してきたのでそちらを最後に紹介していこうと思います。もう書きやすくても書きにくくてもそんなのどうでもいいと思ってしまうほどかっこいいデザインで一目惚れをして購入してきました。クルトガアドバンスのアップグレードモデルでございます。値段は1000円しましたね。普通のアドバンスの2倍弱の値段となっております。このパッケージも若干こだわりが感じられますよね。ちょっと製図の感じがオレンジネロのパッケージに似せてきたなと感じたり感じなかったりするんですけれども機能としては先ほど紹介したクルトガアドバンスと変わらないなと思います。口金とグリップは金属でできていてグリップの内側の軸とペン上部の黒色の軸は樹脂でできております。そのため思ったよりも軽いボディな上に低重心となっているためかなり長期筆記に向いているなと感じました。パンチンググリップといってグリップにはドット模様に穴が開けられているので金属らしさがより増していますね。こうやってグリップに穴が開いて空洞になっているペンは自分の場合はサクラクレパスのアーキという廃盤のボールペンが思い浮かびますね。パンチンググリップのようなデザインはこれから流行ってもおかしくないなと思います。めちゃくちゃかっこいいです。クルトガはいろんなモデルを持っているんですけれどもこれは傑作と呼んでも間違いないでしょう。低重心設計となっているので本当に書きやすいなと思いました。ペン先の型付きはアドバンスのノーマルモデルとほぼ変わらないなといった感じです。アップグレードモデルはグリップにも金属が使われているのでノーマルよりも固めな書き味となっていて結構自分好みなクルトガだなといった感じです。正直なところクルトガって2倍速にする必要ってそこまでないんじゃないかなと思います。1倍速のアドバンスが登場したら上下のガタつきも少なくなると思うので完璧になると思うんですけれども2倍速でも十分満足できるかなとは思います。まだちょっとしか書いていないのでもうちょっと使ってみてレビュー動画を今度出していきますのでお楽しみにしていてください。今回大人買いしたのは以上の6つとなります。本当はシードのクリアレーダーとかジェットストリームエッジが欲しいなと考えていたんですけれども売っていなかったので近いうちにまた文房具屋さんに行って収穫の方していきたいなと考えております。
今日買ったのはワクワクするものが本当に多かったので、もっと使っていって皆さんに使ってきた感想などを紹介していければいいなと考えております。またこんな動画を作ってほしいといったリクエストも常時受け付けているので、コメントの方よろしくお願いいたします。Twitter と Instagram もやっていて、動画を撮影する際にいい写真が撮れたら随時更新しているので、興味のある方はぜひフォローしていただけると嬉しいです。ではまたお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。